本当にすぐ置いちゃう。顔がホラーっぽい？狂ってる人っぽいね。あのね、こないだ変な人がついてきたって言ったじゃないですか。あったんですよ、そういうことが。で、それをどうやって回避したらいいか、回避っていうか、もうついてきてるなって思った時にどうしたらその人がなんかそのついてくるのをやめるかっていうのを考えてたら、そのでもついてきた時って焦って考えが頭が回らなくなるんですよ。だからなんかついてきてるんですかとか話しそうになるんですけど、なんか電話してるふりをするっていうのもいいかなって思ったんですけど、空気と会話しようと思って、空気となんかいきなり会話し始めたらやべえやつだなってなって、なんか向こうが逆に恐怖心を感じるんじゃないかっていうのを考えまして。どうですか？でも逆に話しかけられる、目が痛い、話しかけられてるって思ってついてきちゃうかもしれないんですけど、えーとか言っとけば多分びっくりしてキモってなって多分向こうがやめるかなっていうふうに思ってっていうのを考えてました。あ、笑い続ける、いいね。ホラー映画が好きだからそういうところに生かしていかないとと思う。規制発したりとか、友達に見られたら、多分仲いい子だったら聞いてくると思うんですよ。この間の何だったのって聞いてこないのは多分あんまり仲がよくっていうか、そこまで親密な関係じゃないタイプの人だと思うので、まあ、だったら別にそういうことかなっていう感じですもうなんか自分の身の安全が一番大事です、そういう時は。でも自転車乗ってる時っていうのがちょっとね怖いですよね。私が見えるのはもう草が生える草草。おぬるどーまんなそうパンガオよ。いざとなると声も出ないから、そうなんですよね、怖くてなんか発せれなくなっちゃうと思うんですよね。防犯ブザー必要だなって思った、すごく。合ってる、それ多分合ってますよ、合ってるよね。などなど私もってなんて言います、勉強したのにもね忘れちゃうんですよ、すぐ。フランス語とかも速攻抜けました、抜けた抜けた。あ、メンバー全員に配布すべき、それだよね、ほんとぷよよ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 ってずっと鳴る。防犯ブザーってやっぱり不快ですよね、音が。ちっちゃい時面白がって鳴らしてたけど、お家でお母さんからしたらめっちゃ不快だっただろうなって今になって思います。でもすごく大事、常に鳴るか確認させた方がいいです。子供には全く使わないんで、知らない間に切れてるっていうのが多かったんです。
ドイツ語とか難しそう。何がいいんですかね。最近すごく考えてる。臭い匂いを振りまくとか。なんだろう、なんか恐怖心がもあってもできること。恐怖心があってもできること、臭いものを振りまくはできそう。なんかでもそんなもの持ち歩かないですもんね普通。何ができるんでしょう普段持ち歩くようなもので。何がいいんだろう。なんて言うんですかそのスプレー。除光液振りまく。でもその人がさ、もしさついてきてるわけじゃなかったらさ、マジでなんか私が本当にやばい人なだけになっちゃうから、それは催涙スプレーっていうんですね。何がいいんだろう。顔なしみたいなメイクして自転車こぐとか。何がいいんだろう。でも香水顔面に吹きかけて もうそれはそれでとても臭いですけどね。でもその人がすごい綺麗やすいタイプの人だったら負けます。私がテスト終わりました。もう夏休みなんですよ。3日目。硫黄の薬なら持ってます。でもこんな匂わないだろうし。あ、硫黄だ。温泉、もはや温泉の方が似合う。刺激しない方がいいかも。そうですよね。何がいいんだろう。やっぱり変な人になる方がいいのかな。自撮りを始めるとか。もう怖くてできない。そんなことカシャカシャ、無理できない。何がいいんでしょう。ベン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 。治安が悪いんですかねこの辺。よくピーポーピーポー、笑ったピーポーだし、めっちゃ走ってるんですよ。2日に1回ぐらいは聞いてる気がする。それは持ったかも。わかんないけど。バイクは悪くないと思うんですけど、ブン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 鳴らすのはちょっと違うなって思います。防犯ブザーと同じ感じじゃないですか。だってなんかあったのかな。なんかめっちゃ本当に鳴らすバイクの人とか見るとあれですよ。ちっちゃい子供がショッピングモールで泣き叫んじゃうのと同じような感じ。自分を制御できてない感じなので、そう、お母さんってすごいなってすごい思います。私も多分規制発してた側だったので、なんかお母さんの意図汲み取ってあげれる子供だったらなって思いました。絶対規制発してたとは思う私。でもあれですよね、規制発して笑なんか楽しんでる子供って可愛い。でもそういう
なんかもう規制発して怒られて楽しいって感じだったんですよ私。よくない。それでか、もし変な人ついてきたら規制発して逃げよう。あーあーあああって言いながら、近所迷惑だ。逃げよう。もう声出せないんですよね、多分怖くて。歌うとかできない。そう、創作作者、即興で作った歌を歌うとか。後ろから後ろから何かが来てるって歌う。発声しとかないと出せないですね、声ちゃんと。前受け流す、もう前来てほしくない。連れ去る声術になる、どういうことですか。発せられた、やばい、口塞いで連れていくぞみたいな。それ見た、 SKU ファンにさっとかほやばい。もう見てるんだったら助けてよって思いますけどね。私が規制発してたら多分そういうことです。で、じゃあその規制発しながらエゴさして、誰かツイートしてないか探して、でその人に助けてって送って助けてもらうっていう。相手も踊れてパニックになる可能性ある。やっぱりあれじゃないですか、パニックにならないのって、後ろから後ろから何かが来てるって。それはやっぱりなんだろう、優しくバレてるぞって注意してるタイプの曲なのでいいんじゃないでしょうか。あ、インスタライブでも、インスタライブを外ですると自分の居場所をすごく晒してることになるので、それもそれでいいのか悪いのかっていう。何がいいんですかね。でもなんか襲われた時にこうしたらいいって、今刺されたらもう一巻の終わりですけど、こうしたら護身術をなんか見がちなので、私そういうのがなんか見ちゃうんですよ。そうだから、でも絶対ね、いざとなったらできないです、そんなの。よくにゃん呼ぼう、めっちゃ痛い蹴りをしそう。私絶対になんか襲う、なんか変なのに来たら襲われるタイプ、一番に死んじゃう。もうね、諦めやすいタイプなんですよ私。だからなんかね、逃げよう、逃げることを諦めてしまう。でもホラー映画の女の人たちって勇敢ですよね。霊に打ち勝つ女性が多い。なんか女性の方が強いですよね、ホラー映画って。
につきまとうとか。でも自転車なんですよ。自転車漕ぐのめちゃめちゃ遅くて、早く漕ぐのが怖いの。66作品目見た？ポゼッションっていう映画を見終わりました。ポゼッションも悪魔系でした。そうなんですよね、なんか露出が多い人ってつけられやすいじゃないですか。のくせになんか出ちゃう。なんか多分ね、好きなんですよそういう服が好きだから、多くなんかそういう系の服を買いがちでそうなってしまうっていう。今日は何の気分かなってなった時にオフショルで短パンいいじゃんっていうなっちゃうんですよ。絶対短パンかスカートだから。長ズボンっていう選択肢を全然しないので、しなきゃ露出するのが好き、露出することが好きっていうより、なんだろう、服がまとわりついてるのが嫌いっていうタイプです。そんな感じ。わかります？アスパラガス好きですかって聞かれた時に、アスパラガスは私食べれなかったなんだろう、なんだろう、何って例えたらいいんだろう。何で例えたらいいんだろうね。シャープペンシル好きですかって聞かれた時に、鉛筆よりは好きですっていう感じです。わかります？鉛筆っていちいち削らないと、まあシャーペンも芯入れないといけないんですけど、そういう感じです。鉛筆が好きな方は多分その逆のタイプなんですけど、わかります？例えるのが本当に下手なんですよ、理系なんで、すみません。わかります。なんかなんだろう、シャーペンも鉛筆も同じじゃないですか、書くっていうことに対しては。でも鉛筆とシャーペンが同じ値段で売ってたとしたら、同じ見た目で全部一緒で、自分がどちらを選ぶってなった時に、私はシャーペン選ぶんです。そういう感じです。あ、足がしびれた。わかりますかT シャツにズボンか、その会社の制服か、夏のめっちゃ暑い日にどっちを着たいですかってなったら、やっぱり T シャツに短パンだと思うので、そういう感じなんですよ。足がしびれた。そういう系だからこそ、なんかオフショルを選んでしまう。わかります？わからないですか？日本語が本当に下手です。皆さんのあれがわかんないです。私オフショルと、じゃああれだ、自分の推しの服装がオフショルとショートパンツか
長袖長ズボンのつなぎで上までボタン閉めてるかってなったらどっちが好きですかっていうことですよ。大げさに言ったらね。オフショール選んじゃうよなっていうことなんですよ。だから本当に何だろう、私は自分で自分の首を絞めている。なんかないのかな、めちゃくちゃダサい上着とか買おっかな。それか超ボロボロな上着、シミだらけの上着とか、そしてそれを帰るときに羽織っていけば、なんだろう、やっぱり人って外見で判断しがちなので、そしたら大丈夫なんじゃないでしょうか。裸足になってなするつもり。本校は？あ、してましたこの間言われたのに今めっちゃ忘れとった。来週ハウルの、そうあれでした、動くジョーでした、動くジョー録画してあった今日のねオデッセイもね、なんか見なきゃって思ったけど録画してあった。今日はもう自主練、朝しました、早く行ってめっちゃ眠い、だからめっちゃ眠い。頭に詰めた、たくさんで、ティフも一応今日やったんですけど、明日もまだ練習ができるので明日も練習して、ほらワルタ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 ピーポー、めっちゃピーポーピーポー言ってる。10時になったらランキング見ますね。あと20秒だった。多いんですよ、ブン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 とワルタ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 ピーポーが多いんです。でもたまになんか叫んでる声が聞こえる、メガホンみたいな、止まりなさいみたいなわかんないですけど、そういうのがたまに聞こえます。だからあ、なんか今日は悪いやつがおるんだなとか、今日はなんか人のなんか遊んでる声が聞こえるなとかじゃがいもはどのくらい栽培しますか。じゃがいもですか。じゃがいもはですね、何ですかね、1ヶ月に1個使うか使わないかぐらいの、料理のレベルなので、そうですね、あんまり栽培しなくてもいいかなとは思います。ティ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 、ランキング読みます。1位マロニーちゃん、ありがとうございます、ありがとうございました。2位タイラーさん、ありがとうございます。3位マー君、ありがとうございます、ありがとうございます。野菜保存袋なんですかそれ。4位新車 RPT さん、飛んだ、ありがとうございます。1位ポッポーさん、ありがとうございます。2位マロニーちゃん、ありがとうございます。3位タイラーさん、ありがとうございます。4位ベンゾーさん、ありがとうございます。5位マー君、ありがとうございます。
涙袋ちゃんだって。6位カモモモンジさん今モが多かった気がする。ありがとうございます。7位新一 RPT さん、新一 RPT さんありがとうございます。今日なんか舌がダメ回らない。八重ポンさんありがとうございます。9位コットンカラーさんありがとうございます。10位ゼイさんありがとうございます。11位ヒロトムさんありがとうございます。12位ケンタンさんありがとうございます。13位毎日眠い人ありがとうございます。ありがとうございました。眠いよ。おやすみなさい皆さん。また明日かな。バイバイ。